ナサミは日本海軍の不設艇、夏島型不設艇の3番艇。ナサミの名は広島湾北部に大ナサミ島、小ナサミ島があり、明治時代の雑駅船にナサミ丸の名もあった。海上自衛隊の総会母艇、ナサミは水道名になる、一計画艦。命名前の歌唱は第三甲不設艇。1932年12月10日。 なさみと命名、同日に東布設帝に登録。1933年1月19日、張間造船所で起航同年5月23日に布設帝の投球が廃止され、類別は布設帝に改められた。1934年3月26日浸水。建造中に起きたともつる事件のため、復元性能改善工事を実施。 当初の竣工予定は7月31日だったが50日遅れ9月20日に竣工した。クレチンジュフセキ、防備隊所属。1938年から翌年、シナジ変、編、中止方面作戦に参加する。太平洋戦争開戦時は、佐翼防備隊に所属し、同方面の対戦紹介、機雷敷設、戦乱護衛などに従事。 1943年4月1日、沈海警備府に、派遣、大連、旅順を基地に、同方面での戦護衛や、機雷敷設などに従事する。同年11月1日、所属を、佐伯防備隊から第8根拠地隊に変更。11月に、クレで整備を行い、12月19日横須賀を出港。戦護衛を行いサイパン経由で12月31日トラック、入港。 以後、ラバウルに進出し、同方面で、戦団護衛に従事する。1944年2月1日に類別等級が、不設定から不設定に移り、改めて、クレチン受付席となる。同年4月1日、ラバウルで、敵機約140機の攻撃を受け沈没した。4月30日、官邸類別等級表から、削除、同日府で除籍された。不設定、なさみ。 ありがとうございます。